気つけそうだね。ところでアルフェン、婚礼の儀についての情報収集は進んでいるのかね。ああ、みんなに協力してもらっているおかげで、いくつか気になっていたことについてはしっかり調べられたと思う。それはよかった。ただ結婚全般についてとなるとまだ全然だ。婚礼の儀の後の生活で必要なことが全く分かっていない。確かに婚礼の儀の後の方が必要なものは多そうだ。新居となる家やそこで使う調度品などだな。家か。結婚したらやっぱり必要になるものなのか。必須ではないが一般的にはな。事の発端となったキサラとシオンとリンウェルの会話でも、シオンが温かな家で暮らしたいと話していただろう。あのように考えることはごく一般的なことだろうな。そういうものなのか。そういうものらしいぞ。だったら今回は結婚後に住む家について情報収集してみようかな。どんなことが必要なのか知りたい。よかろう。そういえば以前に、結婚とは終着点ではない、新たな出発なのですとドラシンが言っていたな。そんなことを言うってことは、もしかしてドラシンは結婚してるのか。ああそうだ。先達である彼に相談すれば何か参考になる意見が聞けるかもしれないぞ。わかった、行ってみよう。よく考えてみれば、婚礼の儀自体よりも結婚後の生活の方が重要なのは当たり前だよな。婚礼の儀は短い時間で終わるが、生活はずっと続いていくものだから。そうだな。情報収集のしがいがある分野と言えそうだ。ここまでは無事に。つけたな。おや、皆さん、どうされましたか？相談したいことがあるんだ。ドラシンは結婚してると聞いたから。その以前、結婚後の生活の重要性に関して私に話してくれたことがあっただろう。アルフェンがその件について聞きたいというので出向いたのだ。何が必要か詳しく教えてくれないか。ほう、それは重大なご相談ですね。もしこれからご結婚ということであれば、まずはお住みになる場所を決めるべきかと思います。ああ、いや、別にこれからすぐ結婚するとかいうことではないんだ。ただ興味があって調べているだけで。なるほど。そうであっても、ご自分ならどうするかを考えると必要なことを想像しやすいでしょうね。将来この町で暮らしたいのような展望は何かあるのですか？
特にはないかな。考えてみたことがなかったよ。そういえばシオンは以前、シスロディアの雪は落ち着いてみると情緒を感じると言っていたぞ。他にはガナスハロスの気候は好きかもしれないとも言っていたな。そうなのか。シオンはシスロディアやガナスハロスに住んでみたいと思っているのかな。あ、いや、今のはシオンはそうなんだなという素朴な感想を口にしただけで、深い意味はないんだ。もちろんそうだろうとも。どこに住むか強いご希望がないのであれば、ここに住むかもという目線で各地を巡るのがいいでしょう。先入観を捨て、あちこち見て回られるのがいいですよ。そのうちに譲れない条件などが見えてきますから。ありがとう。あちこち見て回るか。じゃあまずは試しにシスロディアあたりから行ってみよう。ブレゴンにも相談してみるよ。ええ、そうなさってください。結婚やそのために必要なことについて事前に学んでおくとは良い心がけですね。結婚生活は長い旅のようなもの。お互いを思いやり支え合う心がなければ続きません。ですからよく話し合い理解し合うことが第一です。人と人とが共に生きるということは。幾分本題から話が逸れてきたようだな。それにどうも長くなりそうだ。いや、カガリたちの婚礼の儀でティオハリムがした挨拶はもっとずっと長かったけどな。ああ、失礼しました。先を急がれますよね。まだお伝えしたいことはあるのですが。助言をありがとう、ドラシン。続きはまた今度、改めて聞かせてもらうよ。雪に耐えるためシスロディアの住居は構造がしっかりしている。それは良い点だな。家の構造なんて今まで気にしたこともなかったな。初めてのことばかりだ。そういうところも気にしながら見て回らねえとな。ああ、ただ町を適当に回りゃいいって話じゃねえわけだ。結婚とは喜びを倍にし悲しみを半分にするものだと世間ではよく言われております。長い人生、これからもお二人は多くの苦難を乗り越え、また多くの出会いや別れを経験していくはずです。そういった経験の中で、時に喧嘩しながらも夫婦の絆はさらに深まっていくことでしょう。で、どこのお二人かは存じませんが、前途に幸あらんことを祈っております。
何かあったんだろうか。このてめえ、うん、あの男、はぐれ者同士で傷の舐め合いって言ったわね。そんな言い方ありえないわ。二人とも言われたことを気にしていないといいのだけど。リンウェルもローンは自分の過去に向き合った上で今も前を見ている。だが言われて傷つかないわけじゃないしな。少し気をつけて様子を見ておこう。ええ、そうしましょう。こたびも刺激的な旅であった。
ロウ。よっ。やれやれ。ロウ、大丈夫？ああ、ちょっと執行隊員の時のことを思い出してな。俺もぐちゃぐちゃな気持ちのまま親父をこの手で捕まえて。ロウ、悪い。今あいつを探すことに集中しようぜ。無事につけたな。燃焼剣、様子を注意。こいつやるか。やり
Thank you.
フルオン。うわ、フルオン。一時はどうなることかと思いましたが、ローもリンウェルも強くなりましたね。ああ、心配は杞憂だったな。二人とも目を見張るほどの成長ぶりだ。私は心のどこかで二人はまだ守るべき子供だと思っていたのかもしれませんけれど、そんなことはないのですね。少し寂しい気もしますが。確かに庇護者としての寂しさはあろうが、仲間としては頼もしい限りだろう。ええ、もちろんです。見覚えのある景色は。安心するな。ザーレは元気かな。無事に着けたな。
何？住む場所を探してる？正確に言うと、結婚についての情報収集の一環として家探しの手順を模擬的に体験、確認しているところだ。難しくてよくわからんが、アルフェンがここに住んでくれるっていうなら大歓迎だ。そう言ってもらえると嬉しいよ。だが、知っての通り、ここは住むにはいくつか問題がある場所ではある。まず、この国は他国に比べてダナ人同士の揉め事がまだ多いということだ。ああ、解放直後より良くなってきているとは思うが、解決がまだ遠い状況なのは理解している。もう一つは、この町が基本的にレナ人の立ち入りを禁じているということだな。アルフェンの元にはレナ人も多く訪ねてくるだろう。お仲間もダナ、レナ両方いるわけだしな。そうか。俺を訪ねてここへレナ人が来た場合は問題があるかもしれないんだな。最後の問題は、シスロディア全体の土地が痩せているということだ。食材確保に苦労するので、食うに困るほどじゃないが、あまり量は食えないぞ。では、極度に消化の早い人物がここに住む場合、シスロデンの食料事情を圧迫する可能性もあるか。俺もそう思った。俺は快適だとしても、俺が将来一緒に暮らす相手にとっても同じかはわからないよな。うん。他の町を見て回る際も、同様の観点を忘れないようにする必要があるだろうな。話を聞かせてくれてありがとう、ブレコ。今は本当に住む場所を探しているわけじゃないが、いずれ必要な時が来たら、今の話を参考にするよ。な、またいつでも相談に来てくれ。それにしても、情報収集とはいえ、アルフェンが家探しか。何か心境の変化でもあったのか？私の予想通りなら、いや、深くは聞くまい。頑張れよアルフェン、応援してるぞ。ありがとうブレゴン。さて、それでは次はペレギオンへ行くかね。私としては手放しで進めはしないが。そうしよう。あちこち見た方がいいと言われたしな。グナイに相談してみようと思う。シスロディアに行ったことで住まいの条件が一つはっきりしたのは良かったな。このまま様々な場所を視察し続ければ、どういった場所が最上なのかが判明するだろう。アルフェン、もしかして誰か結婚を考えている相手がいるのか？あ、すまない。深くは聞くまいと言ったのに、つい聞いてしまった。風に乗ってひとっ飛びだったらよかった。頼み感じる。そう、キュッ、失った民の思いを。私たちの出番だね。この…チッ、おい、
え？うまくいかないもんだな。炎の剣がどうこうってそういうことじゃないのに。ジルファの名を出さなかったわね。いつまでも頼ってちゃダメだと思ったんだ。俺だって彼らの気持ちはよくわかる。だがそれでも俺は自分自身の言葉で語ろうとするのはとても大切なことだわ。でも疲れた時に休息を取るのも同じくらい大事よ。今日は宿でしっかり休みましょう。あ、わかった。今日は屋根の下で休めそうね。どうした？何？お前は愛も変わらずの弱腰ぶり、ヘドが出る。お前は死んだはずだ、ボルラン。ほう、ならばこの俺は何者だ？ただの夢、ただの幻だ。そう思うか。教えてやろう。俺は貴様にこの世の真理を告げる者よ。友情だの信頼だの、貴様が信じる者がいかにもろく儚いか。やめろ。貴様が救おうとしている者どもがいかに身勝手な存在か、とっくに気づいているはずだ。奴らをまとめる唯一にして最良の方法。やめろ。恐怖だ。今になって出てくる。腰を刺されて頭に血が昇った。黙れ。我が力を半分に味わえ。魔人剣どうぞ。無造の虫けらどもをまとめる。ただ力による支配、恐怖の鎖で縛る。いや、意のままに引きずり回す。支配し、すべてを踏み死に合わせるがいい。やめろ。俺はお前とは違う。あがない。死にがなぜ今になって出てくる。腰を刺されて頭に血が昇った。黙れ。やあくたこめ。我が力やらせない。自分にやって恐竜連携だ。無造の虫けらどもをまとめる。力による支配、恐怖の鎖で縛り合い、意のままに引きずり回す。支配し、全てを踏みつけ死に這わせるがいい。やめろ。俺はお前とは違う。魔人的だ。ははははは。魔人剣トガ。我が大功果です。哀愁なぞ再現なく己の欲のままに要求し続けるだけの存在。与える限りはなる。満たされねば本気我は勝ち。ならば容赦の意思を解く。そんな支配のための理屈、
わめき散らすばかりでは反論にもならんぞ。それほど真実を認めるのが怖いか。力と恐怖は真偽に勝るということを。それとも貴様も無知の痛みを知れば目が覚めるか。かんな、確かに俺は無知の痛みを知らない。撃たれた時は痛覚がなかったしな。それにお前の言うこともわかる。人は勝手なところがある。それは事実だ。もっともらしい理由で自分の欲を包み隠して言う。何度も見た。それでも俺は抑えつけない道を選ぶ。あくまで拒むか。だが俺を滅ぼしたければ力によるしかないぞ。どうかな。確かにそうすれば滅ぼせるかもしれない。だがそれは俺自身がお前になるだけだ。恐怖で人を縛ってその上に立っても、今度はいつ転落するかその恐怖に怯えることになる。それは結局奴隷と同じだ。お前はボルラーンじゃない。俺の迷いが生んだただの影だ。だとしても貴様を飲み込むに足る力を持った影を滅ぼさずして何とする。俺から生まれたものならそれは俺の一部だ。このまま抱えて生きていくさ。どこまでも堕弱な。ならば行くがいい。いつか影に飲まれる夜が来ないよう、せいぜい用心することだ。お前の脅しにはもう慣れた。だが忠告はありがたくもらっておくよ。おはよう。まだ寝足りないみたいね。そういうわけじゃ。ただ夢を見た気がするんだ。夢を？どんな？それが覚えていないんだ。何か大事なことだったような気がするんだが。どんな夢だったにせよ、昨日よりは疲れてない顔をしてるわね。言われてみれば肩が軽い気がするな。行きましょう。まだまだすべきことはたくさんあるわ。ああ、諦めはしない。
れたね、フルル。おい、いつ大体隠れてるじゃねえか。フルル、何を見ているの？なんだろう、目の前の世界をかな。今までと同じものを見てるはずなんだ。それなのに何か新しいものを見てるような。ずっと目の前にあった壁のようなものがなくなったみたいな。うまく言えない。吹っ切れて見方が変わった？そうなのかな。いや、そうかもしれない。俺は怖かったのかもな。人々に失望されるんじゃないかって。ああ、それで思い出した。覚えてるか、ボルラーンが最後に俺に言ったこと。この先あなたが歩むのは裏切りと失望に満ちた汚辱の道だったかしら。英雄を望む声に応えようとし続けていたら、あいつの言った通りになってたかもしれない。もちろんこれからだってきっと裏切られたり失望したりすることはあるんだと思う。それでも自分で選んだ結果なら受け入れられる。自分で選ぶ限り俺の主は俺なんだ。不思議だな、心の在り方一つでこうも違うなんて。やることが大して変わるわけでもないのに。あなたは自分を解放した。今のあなたはあなたの顔をしているわ、アルフェン。ありがとう、ありがとう、シオン。手に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。おや、私に用事か？ちょっと相談したいことがあるんだ。もし町の仕事が忙しくなければ話を聞いてもらいたいんだが。相談くらいいつでも聞こう。それだけの恩があるのだから。1年前、あなた方は私たちに人として最も大切な考える力を取り戻させてくれたのだ。俺たちは手助けをしただけさ。取り戻したのはあんたたち自身だ。そうだとしても恩は変わらない。それで相談というのは？将来落ち着いたら定住する場所を検討しているんだ。あ、
今すぐ本当に決めるわけじゃないんだが、どこがいいかと各地を回ってみている。それでペレギオンはどうかと思ってな。今すぐではないにしろ、あなたが落ち着ける状況というのは喜ばしいことだな。しかし住む場所となると、ここは美しい町でレナ人には暮らしやすいようだ。しかしだからこそダナ人には暮らしにくさがある。それにあなたに反発するレナ人も多いだろう。今度は俺にとって暮らしにくい場所ってことか。町が綺麗というのは綺麗なものが好きな人にとっては重要なことなんだろうけどな。グナイの言う通り、今のペレギオンは住みよい町というには程遠い。だがいつかは誰にでも胸を張って居住を進められる町にできるよう努力しよう。できることなら君が本当に住居を決める時期までに間に合わせたいものだな。私もそうできるよう力を尽くすつもりだ。あなたたちは以前、誰かのものを力ずくで奪おうとする者と戦うのだと言っていた。そうだったな。そして人が憎しみ合わずに住む社会を作る手助けをしたいと。私はその言葉を信じた。あなたたちは私の信頼に応えてくれた。だから今度は私を信じていてほしい。この町をあなたやいずれできるあなたの家族にも安心して暮らしてもらえる場所にしたい。わかった、信じるよグナイ。俺の個人的な目的のためではあったけど、今回ペレギオンに来てよかった。グナイやティオハリムとこういう話ができたから。さてこの次はどうするかね。ミハグサールまで足を伸ばすべきか。あそこは緊張した状態が続いているから、俺の個人的な相談どころではないよな。あちこち見ると言ってもニズは除外するしかないか。バイフォンにも迷惑がかかるだけかもしれない。ニズとは交易や情報交換で連絡を取り合っている。機会があればあなたが自分自身の将来について考え始めたようだと伝えていいだろうか。あまり大げさに伝わらないようにしてくれると助かる。今はただ情報収集しているだけだから。では次はビスキントに戻ってみるか。やはりあの辺りは暮らしやすい場所だからな。誰に相談するのがいいかな。キサラの友人のラギルはどうだろう。ドラシンとはまた違う視点の意見があるやもしれない。そうだな。それじゃラギルに相談に乗ってもらえないか頼みに行こう。もしビスキントも住むにはふさわしくないとなったら、もう候補になるような町は少ないな。家探しがこんなに大変だとは知らなかったな。今回体験できてよかったよ。状況は刻々と変わっていくものだ。今回は大変でも次も必ずそうだとは限らないぞ。それにラギルは頼りになる相談相手だ。何かいい情報をもたらしてくれるのではないかな。ほんの1年前までこのペレギオンは私を含め感情のない者たちであふれていた。そんな町をいつか愛の感情であふれた人々が笑って過ごせる町にできたら。目的地に着いたわよ。
ラギル、忙しいところすまない。住まいについて相談に乗ってもらえないか。あら、私に相談だなんて嬉しいわ。でも、何ですって？住まい？誰が住むの？俺、というつもりだけど、細かいことはまだ何も決めても考えてもいない。いつか旅を終えた時に腰を落ち着ける場所はどこがいいか、あちこち見て回っているんだ。そうね、確かにビスキントは住みやすい町よ。でも近頃は人も増えて町中は手狭なのよね。ビスキントは人気すぎて難しいってことか。でもメナンシアに住むならビスキント以外にも選択肢はあるわ。例えば町を出たトラスリーダ街道あたりに新しく家を建てて住むっていうのはどう？町の外？それは思いつかなかったな。すごく素敵な場所があるのよ。今はそのあたりに巨大なズーグルが住み着いちゃってるけど。ならばその場所を見に行くついでに我々でズーグルを排除しておくか。そうしてくださると私たちも助かります。お願いしてもいいかしら？わかった、任せてくれ。ズーグルが住んでいたら家を建てるどころじゃないしな。ありがとう。それじゃ頼むわね。ところで勘違いならごめんなさいね。もし結婚に伴う転居なら婚礼の儀のブーケは私にちょうだい。キサラにも教えたけど、あれを受け取れないと一生結婚できないらしいのよ。その怪しげな噂の出所は君だったか。さあ、トラスリーダ街道のズーグルを討伐しに行こう。今後開拓が進むであろう大切な土地だ。危険は排除しておかねばな。え？ブーケの噂は間違いなの？言われてみればちょっと違ってたかも。正しくはブーケを受け取れないと恋人に嫌われるだったかしら。これも違うような。こたびも刺激的な旅であった。あいつじゃねえか？ラギルが言ってた巨大なズーグルって。そうみたいだな。よし、片付けるぞ。
かなり追い込んでいるぞ。まだ消えかない。そうだな、何があるかわからない。マジンケンストーラー、傷を治すわ。マジンケンストーラー使用マジンケン。ラギルの言う通り、なかなかいい場所だな。景色もいいし、落ち着く感じがする。気に入ったようだな。私もここはアルフェンたちにふさわしい場所だと感じる。ああ、ここなら朝起きて景色を見ながら伸びをして、今日も一日頑張るぞと思えそうだ。それは重要なことだな。ではビスキントに戻ってラギルに報告するとしよう。見覚えのある景色は安心するな。ズーグルを退治してきたぞ、ラギル。お疲れ様。それで場所はどうだった？ああ、いいところだった。あの場所で楽しく暮らす自分を想像できたよ。そういうのが暮らしやすい自分に合った場所ってことなのかもな。いつか結婚し本当に家を探す時が来たら、今回の学びを生かして探すのは良さそうだな。ああ、家なんて屋根と壁があればどこにあろうと一緒かと思ってたが、そうじゃないと分かったよ。それは当たり前だろう。気に入ってもらえたようでよかったわ。もし本当に住むつもりならまた声をかけてちょうだい。家自体も重要だから。間取りとか壁の色とか屋根の色とかね。腕のいい職人さんを紹介するわよ。ありがとう、ラギル。一人で住む家ではないがゆえに考えることも多くなるな、アルフェ。町を巡る間、思いを馳せていた相手がいたようだったが、納得のいく情報収集はできたのかね。俺は何も知らないから、まずは情報収集で一般的な結婚について知れればいいと思っていたんだ。でもそれじゃダメで、もっと相手のことを考えろって人たちもいた。だから相手のことを考えながら情報収集をしたつもりだったんだが、正直これで正解なのかわからないよ。そうか。だがどんな知識も経験も無駄になるということはない。今迷ったり悩んだりしていることも、より良い将来を見つけるために必要なことかもしれないぞ。そうであればいいんだが。将来についてまだ君は考え始めたばかりだ。焦る必要はないさ、アルフェ。デュオハリム、ありがとう。家を決めるって、未来の自分の暮らし方を具体的に決めるってことなんだな。将来について具体的に考えるのは大切なことだ。毎月の経費を考え、1年後の貯蓄額を算出するとかな。サラは将来設計、細かいところまで完璧にやっていそうだよね。アルフェンが新しい家を建てるとなれば忙しくなるかもしれないわね。でも大丈夫、たくさん助けてくれたお返しよ。私たちにドーンと任せておいて。婚礼の儀や結婚についての情報収集は順調のようだな、アルフェン。ああ、みんなのおかげだ。
今はシオン担当をローに任せて時間を作ったが、もうすることはないかもしれないな。何も知らない状態だった俺がいろいろな知識を得て、今は自分なりに結婚について語ることだってできそうだ。そうか、多くを学んだのだな。改めてありがとう、キサラ。婚礼の儀の良さも俺なりに考えて分かったような気がしているよ。大切な相手の幸せな笑顔を見られる儀式だから流行しているのかもしれないな。俺は何も知らないと顔面蒼白だったアルフェンはもうどこにもいないようだ。ところで、婚礼の儀にたどり着く前にもやることはあると思うが、そちらの情報集めはいいのか？え？婚礼の儀の前？ああ、当然結婚の申し込みをするだろう。それは特に情報収集はしていないな。結婚してくれと伝えればいいだけだろうから。待て、それだけなのか？他に何かあるのか？いや、まあいいんじゃないか。アルフェンらしいとは思うし。うん、では私はこれで。待ってくれキサラ、見捨てないでくれ。何か思うところがあるんだろう。頼む、言ってくれ。アルフェンが結婚を望む相手がどう思うかはわからないが、一般的にはそういった告白は雰囲気が大切だ。そういうものなのか。ああ、生涯を共にしてほしいと申し込むのだから、まず自分の魅力を最大限に伝えなければダメだ。場所も重要だぞ。一生の思い出になる瞬間なんだ。どこか美しい趣のある場所がいいだろう。例えば、そう、花咲き誇る海辺の庭園でそっと手を取り、永遠の愛を甘くささやくというような。海辺の庭園か、心当たりがないな。今のはあくまで一例だ。結婚という形式にこだわる必要はないのだが、結婚する人たちの中にはそういうことを重んじる者もいる。そうか、魅力を伝えて場所を選ぶんだな。自分の魅力か、難しいな。アルフェンの良さというと、優しさや決断力、それに強さだな。強さって剣の腕のことか？それもあるが、お前には信念を曲げずに貫き通す心の強さがある。茨を恐れずシオンに触れたりな。そういうお前の魅力を相手に見せつけて、雰囲気が良くなったところで気持ちを伝えればいいんだ。なるほど。問題は具体的にどうやって心の強さを行動で見せるかだな。そういえば、先ほど不穏な噂を聞いたぞ。イグーリアコーチに危険なズーグルが居座っているとか。それは放っておけないな。だが、どうして急にそんな話を？わからないか。心の強さとは、すなわち勇気。皆のため、強敵に果敢に挑む姿をシオンに見せるんだ。あ、相手はまだいないんだが。それに、そんな単純なことでいいのか？無論このやり方が最上だというつもりはない。ただそういう方法もあるのではと思ってな。それなら俺一人で挑んだ方がいいよな。俺の気持ちが本気だということが示せるだろうから。いや、さすがにそれは危険すぎるだろう。勇気と無謀は違うぞ、アルフェン。分かっているつもりだ。ただ一度やらせてみてくれないか。キサラが見てどう思ったか後で聞かせてほしい。イグーリアコーチのズーグルを使って予行演習をするということだが、
よし、心得た。うまくいかなければまた別の方策を考えればいいのだしな。危険と判断したら助けに入るぞ。ああ、頼む。あとは伝える場所も考えないとな。綺麗で趣のある場所、すぐには思いつかないが。まあそれはおいおい考えればいいだろう。よし、まずはイグーリアコーチのズーグル大使だ。出発するぞ。一人で強敵と戦うのは腕試しにもなっていいな。最近はずっと隣にシオンがいて、周りにはみんながいたから、思えば久しぶりだ。目的を見失うなよ、アルフェン。無謀さではなく、強敵に挑む勇気を見せるための予行練習なのだからな。こんなに使ったのか。人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。わかった。任せて。グレゴン、いろんなことに気を使って大変そうだね。銀の剣の負担を減らすためにも俺たちで話を聞きに行こう。
どうだ？ありがとう。そうだな。ありがとう。無事につけたな。目的地に着いたわよ。
せっかくレナの支配を抜けられたっていうのに、町のみんなは今も心から笑顔には慣れていないのか。1年経ってもやっぱまだ引きずってるんだな。簡単な問題じゃねえのは分かってるけどよ。きっと何かできることがあるはずだよ。あると思いたいな。そうだ、リンウェル。うん、うん。人々の凍った心を溶かす日酒か。酒宴の日は我々も昇晩願いたいものだな。お酒が入って喧嘩になったりしないでしょうか。そういう打ち解け方もいいんじゃねえかな。殴り合いで友情がとかさ。確かに今のシスロディアに必要なのは思いっきりぶつかり合うぐらいの気持ちなのかもね。うん、
に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。いたぞ、大物のズーグルだ。周りにもズーグルがいるようだな。よし、行ってくる。みんなは離れて見ていてくれ。危なくなったらすぐ助けに入るからな。頑張れ、アルフェン。やるしかない。魔人剣ソーガ。魔人剣ソーガこっちの技魔人剣ソーガ波動滅風魔人剣ソーガあなたか直弾流星陣避けろ風神剣今だ直弾打ち込む手足避けろ風神剣今あなたか手足流星陣足止めこっちの技打ち込むやらせない昇竜連歌山魔人剣魔人剣魔人剣ソーガこっちあたてか手足手足昇竜連歌山当たれ決めてやる次昇竜連歌山魔人剣ソーガ当たてか打ち込めよし魔人剣ソーガ波動滅風俺の中の炎がさあ倒れろよし当たてか魔人剣ソーガ波動滅風魔人剣ソーガ切り開くはぁ支援章かい この次刺激が足りないな次昇竜連歌山アクトドメやらせるか独断流星陣下げろ毒弾打ち込む当たれ手足昇竜連歌山ちょっとこれはどういうことどうしてアルフェンだけが戦っているのしよこれには訳があってな待ってて今助けるわアルフェン面倒そうなこれでまた行ける無茶するために治療したんじゃないわああ分かってるアクトドメ進化崩れたここで決めてやるやアクトドメヒザリッマジンカリオ私に任せて炎の剣を使うぞわけには諦めないで死の力だって呼び戻すのこれですまないハートレッサー受け付く氷の槍を魔人剣ソーガインタリーカム決めて熱風しろこれで終わりだまとめて返してくるわよ打ち込む氷流連歌さんハートレッサーキル全力でいけそうだありがとうキヨもう無理はできないああ気をつけようあと少しだ油断は禁物よ昇竜連歌山氷の矢で黙るか魔人剣ソーガ
魔人戦ソーラー、やっと打ち込む。じゃあ赤止め、はあ、合流連火弾魔人戦ソーラー強。これで終わりだ。その調子です。受けて。ああ決めてやる。私も援護するわ。飛ぶ相手は任せて。よし今のうちに仕留める。こういう連合だ。こいつで水の力で決めて。これで終わりだ。まとめて回復するわよ。こういう連合だ。ハートリスパーク全力でいけそうだ。魔人剣助かったよ。しよう今さらでしょ。だとしてもだ。魔人剣ソーラー味方つ決めて。しよこれで終わりだ。シオン、話す前に場所を移してもいいか。いいわよ。ひとまずあなたも無事だったわけだし。ありがとう。じゃあ火山の方へ行こう。え？それじゃあ最近みんなが隠れて話していたのはアルフェンに協力していたからだったの？ああそうだ。俺があることについて情報を集めていたんだが、シオンには内緒にしてほしいとみんなに頼んだ。あることって何？どうして私にだけ教えてくれなかったの？それは俺がこれからの未来をどう過ごすかをいろいろ考えていて、だけどそのためにはあまりにも俺自身の知識が不足していたから情報を集めていたんだ。俺が何も知らないことで一緒にいたい人に頼りにならないと思われるのが嫌だったから。そう。それであちこちを巡っていろんな人に話を聞いて回ったりしていたのね。ああ、そうした中でもっと一緒にいたい人のことを考えて情報収集した方がいいとも言われたんだが、結局それはうまくできなかったような気がしているけどな。ずっと黙っていてすまない。シオンに話すと頼り切ってしまうと思ったんだ。アルフェン、本当にごめん。ねえアルフェン、私思ったのだけど、一緒にいたい人のことを考えて情報収集するというのは、ただその人と一緒に情報収集すればよかったんじゃない？頼ったっていいわよ。何が悪いの？アルフェンを知っている人なら誰だって決してあなたが頼りにならないなんて思わないわ。私がもしその相手だったとしたら、内緒にされるより一緒がいいって思う。一緒に？そうか、そういうことだったんだな。俺は変に見栄を張ってただけなのかもしれないけど、アルフェンやみんなが自分のために頑張っていてくれたんだって知ったら、その人もきっと喜ぶわね。やり方は少し間違っていたかもしれないけれど、気持ちは嬉しいわ。あ、いえ、嬉しいんじゃないかしら。その人はアルフェンやみんなに思ってもらえてきっとすごく幸せね。しよう。でもこれだけは言わせてね、アルフェン、いろんなことが落ち着いて準備が整ったらちゃんと話しましょう。そうだな、わかった。俺にも一つ言わせてくれ。次に同じようなことで情報収集するときはシオンも一緒に行ってくれるか？アルフェンったらそんなこと聞くまでもないことだわ。もちろんよ、楽しみにしているわね。
最初はどうなっちまうかと思ったけどよ。アルフェンは知りたいこと知れたみたいだし、よかったよな。シオンには多少叱られてしまったがな。致し方あるまい。少しの間とはいえ、秘密を抱えていたのだからな。シオンに内緒なの辛かったよ。もう黙ってるの限界だったからバレてよかったと思っちゃった。みんな無理をさせてすまなかった。だけど今回のことで俺は得るものが多くあったよ。ならば苦労の甲斐があったというものだ。我々はいつも君の幸運を願っているよ。さあ、目的地に着いたわよ。喉が渇いた御仁のもとへ颯爽と登場。うちに秘めたるは親愛と熱意の源。美味しい麗しデュオハリムミックスジュース、お一ついかがですか。この歌い文句聞いたことがあるわね。また私の名を冠する商品が売られているのか。なるほど。よっしゃ、誰が一番うまいジュースを作れるか勝負しようぜ。
どうしたんだろう。やけに気合が入っているようだが。そりゃパンケーキの時は司会をやらされたからな。今回は俺も参加させてもらうぜ。よし、それなら俺も。あなたはダメよ。辛いミックスジュースじゃ人気は出ないでしょうし。俺は戦いの場にすら立てないのか。では今回は私も参加者側に回らせてもらおう。パンケーキ制作の時の優勝者とも競ってみたいしな。私のこと？どうしよう、キサラが相手になるなんて。だけど私だって2連覇がかかってるわけだし、またウルルの力を借りて頑張れば。ウルル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 、待って、どこ行くの？リンウェル、お前はフルルのためにもやめとけ。私は参加させてもらおう。シオン、君はどうするのかね？私は遠慮するわ。キサラが参加するのなら審査員の席が空いているでしょうし、そっちに回るわ。んじゃあシオンにうまいって言わせたやつが優勝だな。やってやるぜ。ええ、ジュースなら何杯でも飲めるから平気よ。かかってらっしゃい。審査よりそっちが目的なんじゃないか、シオン。では必要な素材が集まったら牧場へ向かおう。あそこには一通り道具が揃っているからな。相手にとって不足はない。私もパンケーキの時の雪辱を果たす時が来たようだ。フルル、もう大丈夫だから戻ってきて。フルルってば。うん、これだけの素材があればミックスジュースの改良に取り掛かれそうだ。じゃ牧場に行こうぜ。一番おいしいミックスジュースを作るのは誰だ。司会は私とフルルでお送りするよ。フルル、ボグデルさんに場所を借りられてよかったね。それじゃあみんな張り切って行ってみよう。今回はリンウェルたちが司会なんだな。さあシオン、審査員として一言どうぞ。ええ、みんなこの日のために準備は万全でしょうし、私も期待しているわ。シオンも気合バッチリって感じだね。あ、早速誰か出てきたよ。あれはどうやら私が最初の挑戦者らしいな。いきなり優勝候補の登場だよ。もしかしてこれでもう決まっちゃう？少々大人げないかもしれないが、勝負だからな。私が作ったミックスジュースはこれだ。うわー、綺麗。見た目だけでも美味しいのが伝わってくるよ。ああ、だが見た目だけではなく素材にもこだわり、最高級の牛乳と厳選した浅摘みいちごを使っている。それにより私の納得できる甘さ控えめで上品な味のいちご牛乳ミックスジュースを完成させたのだ。さすがキサラだわ。料理に対する情熱は誰にも負けないものがあるわね。それもあるが、ティオハリムの名を冠するにふさわしい商品を開発しなくてはならないという条件もあるからな。私としては彼の品性高潔で優雅な佇まいを見た目と味で表現したつもりだ。説明まで完璧だ。隙がない。キサラならではの切り口だと思うわ。それじゃあいただくわね。うん、とても美味しい。これならパンケーキとの相性も問題ないわね。ってことはやっぱり優勝はキサラで決まり？だけどどうも無難に感じてしまうわ。これじゃ新商品で出しても話題にならないんじゃないかしら。なんだと。今回は飲む人に衝撃を与えないといけないと思うの。例えばもっと砂糖をどっさり入れて甘くするとかって。確かに飲みやすさを追求するあまり無難なものを作ってしまったかもしれない。だが砂糖を入れすぎると
パンケーキとの調和が、それに明らかに栄養が偏ってしまう可能性も。キサラ、俺は良かったと思うぞ。アルフェ、慰めの言葉など不要だ。今回作ったレシピは私の手で破棄させてくれ。落ち込み方が尋常じゃない。まさかの優勝候補キサラが脱落？これってどうなっちゃうの？飲んだものに衝撃を与えるか。ではこの勝負、どうやら私がもらったな。その様子から察するに、よほどの自信があるみたいね、ティオハリム。無論だ。私がたどり着いた究極の一品、ぜひとも味わっていただこう。うわ、なんかドロドロしてるんだけど。見た目だけで判断されては困る。感想は味を確かめてもらってから聞こう。そうね。それじゃあ、これは驚いたわ。荒々しくも繊細な味わいが口の中に広がっていく。嘘、これが美味しいの？っていうか何が入ってるのこれ。高級馬肉にペッパーを振って焼いた後、トマトで味を整えてジュース化したものだ。またこれ一杯で空腹が満たされるだけでなく、パンケーキと食べる場合は主菜にもなるだろう。その場合はパンケーキがデザートになるということね。今回の改良の目的とも合致しているわ。何よりこのミックスジュースは衝撃も与えられるし、飲み応えがあって満足感もあるのがいいわね。ああ、もしこのミックスジュースに欠点があるとすれば、ジュースにする前の方がうまい。失格。またしても不覚。毎回こんな料理を作れるのもある意味すごいけどな。しかし失格は失格だ。今回のレシピは私の胸の内だけに留めておこう。やべえ、俺が最後かよ。キサラの王道でもダメ、大将のとんでも料理でもダメ。このままじゃオチがつかねえ。どうする、どうする。俺、ちょっとロー、もうあんたしか残ってないんだから早く出てきなよ。わかってるよ、ちくしょう。考えろ、ちゃんと頭を使って。ん？頭？そうか、見えてきたぜ俺の生き様。どうせやるなら華々しく散ってやる。ふるる。待たせたな。これが俺のミックスジュースだ。見た目は特に変わったところはないわね。それじゃあ味を確かめさせてもらうわ。この食感、適度に果肉が残っていて、ジュースでありながら果物そのものを飲んでいるみたい。さらにすっきりと爽やかな後味であるにもかかわらず、一杯だけでも満足感が得られるようになっている。これだったらお腹にもたまるし、パンケーキにも合うわ。まさに私が求めていたミックスジュースよ。え、それじゃあ。ええ、優勝はローで決まりよ。おおおお、マジか、やったぜ。でもこのジュースどうやって作ったの？リンゴを吸って布に包んで絞ったとか？そんなめんどくせえことしてねえよ。道具はこの鍛えた肉体一つで十分だからな。いいか、まずは果物を全部頭で叩き割るんだよ。でその後は自分の握力ですりつぶせば完成だ。まさに見た目は優しい雰囲気を出しといて、中身はとんでもねえ大将を表現した作り方って感じだろ。君は私のことをそんな風に思っていたのか。作り方はともかく、これでミックスジュースのレシピはあの人に渡せそうだな。待って、この作り方だとローしか作れないから、ローも一緒に渡さないといけないんじゃない？は？いや、さすがにそこまでは。そうだな、残念だがローとはここでお別れか。一人でレシピを持ってビスキントに行くといい。ロー、今までありがとう。
あなたのことはずっと忘れないわ。元気でね、ロー。私、ローの第二の人生も応援するから。え、冗談、冗談だよな。待て、本当に置いていこうとすんじゃねえ。店の人にはレシピと一緒に頭突きと握力強化の鍛錬法も教えといたからな。毎日ちゃんと鍛えりゃ荒絞りジュースを作れるようになると思うぜ。注文が入るたびに頭突きで果物を割るんだな。忙しくなったらなったでいろいろと大変そうだね。見覚えのある景色は安心。見せな。待て。薬制度に彫像、あそこにそんなものはなかったはずだ。まあ、新しく誰かが置いたとかじゃねえの。そんなピオハリムじゃあるまいし。ティオハリム、
まだまだレナの鋭としてのあんたに期待するレナ人はいるんだな。1年かそこらではな。それに都合の良い夢を演じるよう求められるのは君も覚えがあろう。ああ、身に染みてるよ。自我が戻ればこその不安な不安か。無理ないとはいえ難しい問題ね。
将、だいぶ気が立ってるな。それだけ心配なんだ。協力してあげてくれ。もちろんだよ。人さらいなんて許せない。よし。どうしてフィアリエが狙われたのかしら。ティオハリムの知り合いだから。それともたまたま。犯人を捕らえれば分かることだ。急ごう。この旅も刺激的な旅であった。ティオ、どうしてここに。それはこちらのセリフだ。一人で行くとは無茶が過ぎる。君がいない間に万が一のことがあってはと。すまない。怪我をしたのは犯人のせいか。ああ、フィアリエを取り戻そうとしたんだが返り討ちさ。君のようにはいかなかったよ。では彼女は生きているのだな。それは間違いないよ。なあティオ、犯人は。分かっている。アバキール、君はこのままペレギオンに戻れ。キサラ、ついてきてくれたまえ。どういうことです。こんな大将珍しいな。うん、黙ってるのひしひしと伝わってくるよ。事態は急を要する。急ぐぞ二人とも。間に合ってよかった。私も使えたらな。一人でな。フィアリエ、無事か。デュオ、あなたなの。あ、デュオハリム閣下、なぜここに。閣下。そこまでだ。デュオ、気をつけて。己が忌み嫌う相手に身をやつしてまでこんな真似をする意味があったのかね。お見通しですか。さすがです。まさか犯人もレナ人。周囲に気取られずにフィアリエをさらい、追ってきたアバキールを倒した。いかに二人が戦士ではないとはいえ、ダナ人には簡単ではあるまい。大方私がダナ人を憎むよう仕向けようとした、そんなところか。仰せの通り。だがそれもこれもあなたがスルドとしての義務を果たさないからだ。レネギスを失って以来、我々の暮らしはまるで囚人同然。それなのにあなたは融和を解くばかりで、我らの守護者としての務めをおろそかにしている。勝手なことを。私は今でもレナ人の守護者だ。だがそれは支配を守るという意味ではない。
よりによって決行したその日にあなたが戻ってきたのはどんな計算違い。私は失敗したが、閣下を弱腰と見る者は他にもいる。せいぜい用心なさるがよい。デュオ、君は一つだけ成功した。私を怒らせるという狙いだけは。ただその矛先は君だ。我が友達を傷つけた報い、受けるがいい。いけません、ティオハリム。怒りに任せて彼を撃てば私たちの敵と同じになります。こらえてください。君の言う通りだ。彼を裁くのは市場によってであってはならない。ペレギオに連行し、しかるべき手続きに委ねよう。ありがとう、キサナ。君がいてくれてよかった。私の務めですから。例の犯人は引き渡してきました。ありがとう、キサナ。どうやらこれで一件落着か。結局君の手を煩わせてしまったな。君たち二人が無事だったのだ。それ以上何を望むものでもない。とはいえこれは本当の終わりじゃない。レナにもダナにも不満を持つ者はいる。押さえつけるのでなしに、どうすればうまくいくのかもっと考えてみるよ。頼りにしている。それで思い出した、アバキール。レンスガルが君のことを案じたからこそ私も今回の件を知ることができた。君ももう少し周囲を頼ることを覚えたまえ。ああ、そうだね。彼には礼を言っておくよ。グナイにも知らせなくてはな。では行こうか、キサラ。ティオ、何かね。ありがとう。それとあなたもしっかりね。ご助言、痛み入る。一息つけそうだね。ダナ人に化けたレナ人だっただと？狙いはこの人のダナ人への反感を煽ることだったんだ。レナ人の一人としてお詫びする。ダナ人は濡れ衣だった。グナイ、この人は決して。律儀なのだな、あなたは。それこそ黙り通すこともできたろう。ましてや自分も被害者だというの。必要なことだと思っている。確かに。そしてそんなあなただから私も同胞を説得する気になれる。グナイ、この関係が続き根を下ろし私たちの後も続くことを願っている。たゆまず励むことを約束しよう。ティオハリム・イルル・ケリスの名にかけて。ご友人が狙われたことを考えていたのですか？フィアリアにはまた辛い思いをさせてしまった。アバキールにもだ。スルドの知人というだけで余計な目に遭う。おそらくこれが最後でもあるまい。あなたのせいではありません。ダナ人もレナ人もそれぞれの思惑でスルドとしてのあなたに目を向ける。期待も反発も、それこそアルフェンに対してと同様に。分かっている。いや、それでは不十分だな。私の旧友であるとなしに関わらず、こうしたことは
予測して叱るべきだった。備えを怠ったという意味ではやはり私の責任でもある。警備を強化するよう伝えるつもりだ。無論主球派を刺激しない形にする必要があるが、もっと自分を責めると思ったかね。ここにいるのは今のあなたですから。時を戻すつもりはない。それに悪いことばかりでもなかった。アバキールにも彼を案じる協力者がいた。少しずつとはいえ変化を感じることができた。これが続いていけば、いつか君が言っていた横の絆による理想郷にもつながるのだ。それが見られる頃には何歳になっているかわからんがね。何歳だろうと一人で見ることにはなりませんよ。そうだったな。ティオハリム、レナ人の守護者なんてなんか大層な呼び方されてたな。実情にそぐわぬ誤った呼び名だ。私の望むものでもない。私はレナ人の守護者たるスルドではない。上に立つものではなく同じ場所に立つ一人の人間だ。そうだな。まとめ役っていう方が俺たちの知るティオハリムには似合ってる。こたびも刺激的な旅であった。いや。助かる。
ありがとう。さて、キサラ、君は今の立場を受け入れているのだな。大勢から頼られることも。私はあくまでご民隊の一員として、機会があれば相談に乗るだけです。それに私は望んで受け入れているんですよ。これも和平のための必要な役割。そうでしょ？ああ、その通りだな。需要の取れる食材が揃ったようだな。これを持ってペレギオンへ向かうとしよう。ああ、やっと着いた。うむ。感謝する。多くの町を見て回りましたが、依然問題は山積みのようでしたね。しかし少しずつだが着実に復興が進んでいることも確かだろう。今はそのための第一歩を踏み出したといったところか。ああ、復興をし終えるまでにはこれから何十年もかかってしまうかもしれない。だけど全員が同じ目標に向かって進めば、誰も苦しむことのない世界が作れるはずだ。そして今は我々と同じ理念を持つ者たちが自分たちの生活をより良くしていこうと努力している。ならば私たちも彼らの生活を守るための最善の手を尽くさなければならないな。今を生きる者たちが考え行動した結果がこれからの世界の姿となっていくのだろう。ああ、何かに不満があってそれを変えたいのなら自分が行動しなくちゃいけない。復興に携わる人たちを見て改めてそう思った。それでも今は楽観的に考えることができない状況よ。分かってる。だからこそ俺たちが諦めるわけにはいかないだろ。俺たちも自分の意思で行動していくんだ。これからの未来を作っていくためにな。そうね、私たちなら
きっとそれができると思うわ。理想のために粉骨砕身する覚悟とはいえ、少しは休息の取れる日が増えると良いのだな。それはそうですね。お互いにお休みが取れれば二人で会えるもんね。別にそういう意味で言ったわけでは。そういう意味では。